うん、あ、沖縄だ。沖縄ですよ。沖縄なんだ。ナブス髪止めたって、あの切ったとかそこら辺、あのナブス読めるからね。コメント読んでうーうーうなずいてたから。あのナブス日本語読めるんで、そうそう、喋るのよりも読むのが一番楽みたいです。漢字もじゃあ結構いける。漢字いけますね、結構なんとなくで。あ、プロレスさん、ほら昇格が、あ、いつの間にかプロモーション早いの。 84% すらお化けかな。強くてニューゲームだね。あ、ゆとりの課金でスタートから課金していくやつ。一回必須してもパラメーターマックスの状態でも始めてる。これは俺の気質を教えてやんないとダメかな。ブライアンキス。シュラぐらいも食ってくね。全然弱くないよこの風やもん。これあの沖縄ギガースの課長くんじゃないのかな。昔新宿にいたプレイヤーが沖縄に引っ越した、帰ったみたいな。課長くんっていうプレイヤーがいるんですよ。ゲームインナハル。ナハル。あ、レン君か。レンだ。レン君だ。間違えた。レン君。ヒッピー。無料会員だと見れないの。あ、見れないか。今登録か。あ、未登録は3回しか見れないですね。え、昇格した？早い。あっという間にシュラ。タイランドのブックも、はいはいはい、初日で羅生ぐらいまで行ってましたから、あ、初日で羅生に行って、クロコロハイの前の時にちょっと前に来たんだけど、なんだっけかな、新キャラギガース、ギガースが全然わかんねえっつってやられてた。危ない。2回に1回当てるね。気持ちいいやつか。挑発からたら 50% で死んじゃう。ナプスはいつ帰るのか聞いてないけど、とりあえず12日がオフィシャルのグランドファイナルの本番です。もちろん我らがノビ、青、あと学生優勝者とかいろいろもろもろ、アメリカ代表はナプスとダークホースのレオ使いのなんだっけ、ブロッドフォーク。
気づかなかったかな。おそらく同段だとナプサやりたいんだろうけど、今相手が昇格したんですよね。それに気づいてなかったんだと思う。回線も5だったんだから。ラッキークロエとか倒せなそうだね。ぐちゃぐちゃにされちゃう。ほんとカタリーナがほんと地獄なんですよね、ブライアンは。カタリ…あー大きい下段が浮かない、全く浮かないっす。そうだよね。少なくとも何なの、何を入れるの。トゥースマ、トゥースマ届く、届く、届かない時すらある。下手したらあります、しゃがみの、あー、はいはい、あれは届かない時あります。さばくのがほんと一番早いっす。あ、でもグランドファイナルにカタリーナいないか。あ、いないんだ。ラッキーコロエもいないでしょ。まあ、どうせいないっす。これ、ナプス有利なんじゃない。あら、カタリーナスネークアウト。KO ラウンド2ファイト。あの、スイッチ止まってたりしたら言ってね、すぐ。韓国学生部門にかなりないです。へえ、韓国にも学生部門があるんだね。え、本当？あ、うまい。でもこれは？あ、届くか。多分キングだったらそうなんだ。どうすんの？え、ナッツ。ユーリフレーム、我々いけ。まあ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 。まあまあ。ラウンド3。ファイト。あ、限定のクラウディオってあれでしょ？ JGCR の弟っていう噂の。え、そうなんだ。わかんない。確認取ってないけど。噂では。噂だよ。うめえな、運びが。ラウンド4。あ、14に14ってやつ。あー、ちょっと壁までのミス。村の壁も結構減りますよ。うわ、かわいそう。あ、マジこれはラッキーだよ。ラッキー大切に。ファイナルラウンド、ファイト。わー、はー、釣られた。あー、おいしい。いや、あれジェッパー届かないでしょ。出てもあのブラボーだってね。今回は多分ナプス知らないんじゃないか。うわっ、心強いね。うまいんだよコンボが。レイジンにはさせちゃいけないやつだな。強引に行くね。うん、ジェッパー絶対届かない。まあうまいコンボ軸で、ああ横でガードした斜めに、そう斜めに当たれば。なんだよ、唐揚げで晩縮しながら俺もこういう内容のある生放送見てよ。俺も家で見てよバカ野郎。最高じゃねえかお前。サウシの神器だよ本当だよ。唐揚げ、ビール飲みながら唐揚げで最強じゃん。ふざけんなよ、誰だよこの放送やってんだよ。俺も家で見てよバカ野郎。誰かやってくれよこういうことよ。そうすれば俺ももう家で自由な時間があるんだよ。コメントして。うん、そうだ。
ナプスやるじゃんとかやるじゃんとか、なんか上から上からコメント俺も見ながら唐揚げつまみながらするのによ。ワンワン。イケボの人は黒黒だよ。どっちのこと言ってんのよ。そして出てきたのはツミツモンさん。同段戦シュラ対シュラ。俺ブライアンラショーなんで、ラショー上がったら全員ブライアン対決やるか。いいじゃん、いいじゃん。俺キングよりやってるからブライアン。スミスモンさんで何使いの人。俺が見るときは結構平八、平八が結構多分清流関西の人かな、多分平八だよね。関西なんだ。あーあーやられる、やられちゃうか。あ、知ってるね。これ倒せないでしょ。倒せない倒せない。で残りこれ一発勝負に持ち込むと。あー落ち着いてる、本当に落ち着いてる。これ何なんだよ。今トゥースマで落ちちゃったんだけど、多分ちょっとダッシュしてお気に入りになっちゃったね。誘うね、誘うよ。いっ誘っちゃうせいだ、これいっぱい取せ。アメリカのプレイヤーってその家庭用しかないから、あの段位がないでしょ。何が俺らは段位段位みたいな感じで段位戦段位戦になるけど、何が重要かっていうと大会の成績が。なるほど、全て全ての大会で勝つから、大会でいかに安定して勝つか。あ、そうですね。この1試合1試合をアメリカ勢は大切にやってるから。なるほど。2位はやっぱり韓国でその対戦が普段の試合が盛んなのをやってるから、段位吸いまくって1個ずれちゃったらちょっと手抜いてみたいなっぽいところはあるけど、まあどっちがいいってわけじゃないですけどね。KO Round 4 Fight。 今ブライアンのスイーパーキックってノーマルヒートでプラスいくつ。プラスじゃないんだよ。でもあ、じゃないゴブ、ゴブかマイナーとか。あ、そうか。あ、ゼロなんだ。ゼロだ。あ、ゼロ。ゼロだとシャガッパンは2クラッシュに勝てるのか。でも今回さ、まだやられないです。これ冷静なのが見れるのか。冷静か。冷静さえ。あぶねえ。カイジ絶対絶命。ナプス、ナプスどうするの。これはいくでしょう。リベンジ。これお前本場版の発音やで。リベンジマッチ。I want リベンジマッチ。やべえ、ナチュラルだ、うん、ネイティブ、ネイティブに行ったのはリベンジマッチ。アメリカ製 USA ナプス。ダックスの鉄拳ハンはあれ多分ナムコが上げたやつだね。そうだね、あの20周年記念の時は999勝1敗みたいな。俺は107つの声があるんだよ。カイジ絶対絶命とか、カイジ絶対絶命だーみたいな感じの、そういうのもあるからいいから全部できるの。まあそれも年の功ですよ。君たちとあの鉄拳に携わってる時間が違うんだよ。時間が下ろしきるね、これは。ラウンド2ファイト。